カメラマンとしては最高。最高ですね。あのそれが見れなかったら、この角度いけてんのかなって。例えばこういう風に自分の顔だけになってたら使われへんし、やっぱ全体撮りたいなって言ったら確認できるんですよ。レールの上走ってるような。おいい表現。なんてなんて。レールの上走ってるような。そうね。最強カメラ。最強カメラ。最強カメラ。やる気元気バリアスチャンネルでございます。お願いします。お願いします。さあ今回はですね、うん、エナジー君ちょっと来てくれてるんですけど、よろしくお願いします。では YouTuber、 もう YouTuber YouTuber、 はい。ちなみにね、実はでもエナジー君にちょっと関係があるこんな新しいアイテムを持ってきました。こちらです。ダダーこれすごい。 GoPro Hero 10でございます。10ですね。もうGoPro って10まで出てるの。10まで出てるの。実はねこれね、なんでエナジー君呼んでるかって言って、エナジー君最近ね結構ねカメラマン芸人を目指していて。ほんまなんですか。そうです。あの現場にね CA さんで行ったりしてるんですよ最近。マジでカメラアシスタントで行ってこう勉強して、こうそうなんです、撮り方を。あの森脇チャンネルでずっと走りながらっていうのから、もっと本格的に行きたいなと思って、普通の撮影に参加してるんですそうなんです。そういうのもあって、まあちょっと急遽来てもらったんですけども、まあいつも撮ってくれているエナジー君から見て、上手やね。どんな感じなんか。そうなんですよ。わね、もう走れてカメラ撮れて、そして喋れずで、なおかつ面白いっていうね。いやハードル上げすぎですよ。まだ面白いこと一個も言えてない。言えてみや、もうそれ十分ですよ。森脇さん撮るときはでも真剣に、真剣に。森脇さん撮ってるとこを使われると。ここ最近一番嬉しい。カメラマン冥利に、はいはい、やったっていう。さあそんなまあまあ西江君の新たな武器としても使えるこの GoPro の新しいやつ、はい、とにかくまあ何が違うかというと、やっぱ我々的に一番気になるのブレない。あこれね、あのいわゆる、うん、今まで使ってたやつって結構こう首がカタカタ動いてブレないようにしてるタイプを、今まではそれを使ってたんです。これでいつもあの西出くんは走っててね、はい、これ十分じゃないですか。これ何かダメなんですか。それね、一個あんのが雨に弱いんですよ。うーんこの間山行った時を思い出してください。あれ実は西出くんのがちょっと死んでたんですよ、ね、カメラあの時。あやっぱ雨とかね。そうなんですよ。やっぱ結構ね、雨入ると思うんですよ。結構動く部分が多いんで、ああこうすぐやられちゃうんですよね。あの日ちょっと雨やったからね。そうですね。はあ、ただもう GoPro はもう雨全く関係ないですから。なんかもう、うん、雨の日走るのなんか前提で当たり前みたいになってますね。普通ランナーさんで雨の時やめとこうかみたいなんですけど、はあ、そうなんです。警報出ない限り走るはもう、ね、強いカメラを求めてるという、うん、はい。なのでまあちょっと GoPro あんまり僕らは実は今まで攻めてなかったんですけど、うん、今回相当ブレにも強いと。これ今こうやってやるだけでもブレてないね。ブレてない。そうなんですよ。それも本当にカメラの中でこのこれすごいな、はい、ハイパースムース 4.0 という機能を使ってブレを軽減すると。これってでも普通に一般の、そうです、もう一般の方も買えます。いわゆる上信電機さんとかビッグカメラさんとか、はいはい、ユーロベキマレさんでも売ってるやつなんですよ、はい、もうだから今 GoPro 女子とかっていう、あのもうとにかく広角に入るんで自撮りがしやすい、はでこれ見てもらうと分かるんですけど、インモニターがついてるんですよ ね、めっちゃ撮りやすい。だ両面ついてるんで自撮りしながらでも撮りやすいと。こっちの画面自体はもう少し前のモデルからあったんですけれども、うん、まあ、そういうのも工夫されて撮りやすいと、両面にモニターがついてる。今、ね、こんな帽子つけて走ってる人もやるやん、言ってます、ね、そうなんですよ、帽子つけてな、主観映像を撮るとか、うん、はい、だからこれだからね、マラソン大会行ったらこれおるで、帽子つけて。やりますよね、こうやって。やります、います。だ自撮り棒、ちょっと短めの自撮り棒みたいなんで撮りながらバーって走ってる人も結構いてて、すごいです。僕も走ってこう撮ってる時は、うんうん、もうこうカメラをこう向けたり、うんうん、あそうよね、そうだから結構のエナジー君は自撮りしたりいろいろ向き変えて、うん、やってくれてるやってくれてるんですよ、うん、この画角を確認できるんで、あこれもカメラマンとしては最高。最高ですね。あのそれが見れなかったらこの角度いけてんのかなって。例えばこういう風に自分の顔だけになってたら使われへんし、やっぱ全体撮りたいなって言ったら確認できるんですね。そうなんです。で人を撮るときはもう大きいので確実にこう抑えれる。しかもブレない。しかもブレない。ブレない。これはめっちゃ自分映りたい時もできると。うん、こう相変わらず空いてる。はい。
こう映ってるかな俺ってやらんでここに映ってるから最高、これ最高ですね。はい、まあおそらくですけれどもこの GoPro のレビューをしてる YouTuber の方山盛りいてると思うんですけど、我々みたいにこの一番ブレるシーン走るというシーンでどんだけこのカメラが使えるのかっていうのを今日ちょっと検証してみて、なので我々といえばもうブレる走り、ブレる撮影、それをどんだけ抑えられるかというのをそのもう一台の DJI ポケットというカメラ、今まで使ってたやつと比較しながらこれとちょっと皆さんにお届けして、はい、新しい GoPro がこんだけブレないんだというところをねお伝えできたらな、じゃ楽しみ、はい、はい、思っておりますんで、じゃあ行きましょうか、ご協力お願いします、お願いします、お願いします。さあ今この GoPro と今まで使ってた DJI ポケットというカメラを2台並べてですね、お、まあ、同じような条件で撮影をしてます。いやどうエナジー君、やっぱりあのカメラ回すと無音になってまいりますいやいや、いやでもすごくね感想は言うてよ、あの GoPro の方が画角を確認しながら画面が大きいので、はいはいはい、今ちゃんと映ってんのか足が切れてないのかとかそこがすごい分かりやすいです。確かにまあちっちゃいもんねポケットの方が、はい、やっぱりあのブレが全然ないですね、えやっぱり手をこう固定してても、うん、やっぱりどうしてもこうなどっかで小さくやっぱりブレてるとこが、いやそうなんですよ、これ僕のカメラで見たら、うん、結構動いてるんですよ、ね、これはエナジー君自体はほんまに、ね、はい、でも走るっていうんだからブレてるの止まってるからね、そうなんです、はい、うん、でお互いブレてますからね、レールの上走ってるようないい表現、なんてレールの上走ってるようなそうね今激しくブレたけど大丈夫やったかこれも近づいても、うん、確かに確認できるんで、エナジー君こんにちはこれ難しいんですか、これ難しいやろどういう風にこう2人が映ってんのかっていうのは難しいよねこれできた、こっちに小さいモニターがあるのでわかる、確認しやすい、あ明るいしね、モニターも、はい、最強カメラ最強カメラ最強カメラじゃあ俺は頑張ってください、はい、ありがとう最強カメラ本当に最強カメラねえ、これでブレてないってなったらねえ、まあ今日は、うん、今日に限ってやたら天気いいですけど、ね、雨でも大丈夫ですからね、だって我々は雨の日によくやりますからねはい、まあそんな時でも安心と、めっちゃ分かりやすいですエナジー君は走れて喋れてカメラも撮れてなおかつユニークなユニークな人ですそうですねユニークいただきましたユニークですよユニークもユニークは三刀流ですからね、三刀流さあどうでしたかカメラの方は。僕はね、何が嬉しいかと言いますと、この三刀流の西出君がですね、こんな生き生きしてる姿、この笑顔確かに、ね、あまりこうスタジオで喋、った後こんな笑顔を見せたことないといつもこう俺今のでよかったなっていうでこう反省点をもらいながら帰っていく西出君ですが、そうですね、はい、もう笑顔が素敵です、あのやっぱ走ってカメラってこんなにやりがあるんだなってまあ好きなことどっちもできてるからねでもやっぱ本当にこうどんどん進化していってるので、うん、やっぱりこの一つ一つがいい絵を収めれるとなると、うん、なるほど、それこそ YouTube されてる人とか、うん、映像を撮る人が、うん、この楽しんで綺麗な絵が撮れるっていうのがすごくどんどんこれがなんていうんですか、幅が広がりますし、楽しめる撮影みたいな、なるほど、まあこれが季節も最高ですからね、いやそうです ね、だから今日もランナーがめちゃめちゃ増えてます、多いです、はい、うん、まあそんなランナーさんもね、土日とか祝日とか何人かで一緒に走ったりとか、そうなってくるとやっぱりこの GoPro みたいなカメラがワイドに撮れますから、ちょっと距離開けてね、あの悲観と入らへんのかなと思ったんですけど、うん、広いので全身近めで、なるほど、ね、もう芸人のコメントやらないこれがいいですよね、はい、ありがとうございます、なるほど、なのでぜひ皆さんもね検討していただいて、森脇チャンネルで走っても大丈夫なカメラというカメラですので、皆さんぜひぜひ検討の方してください、よろしくお願いします。